お庭外ふくらはぎ関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュース。夢の続き探して次の一人へ、こんばんは。関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓哉と大西優香と岡崎小太郎です。この番組は僕たちリトル関西がメインパーソナリティを務め、関西ジャニーズジュニアのメンバーを交代でゲストに迎えてありのままの声をお届けしていく番組なんですが、今月2月は僕たち3人でお送りします。はい、はい、お願いします。はい、まあ、逆から入りました。はい、節番も多すぎちゃいましたけどね。はい、はい、うん、あの一発逆からスタートということで、この3人といえば、はい、先日のね雑誌の撮影ぶりに久しぶりに集まりましたけれども、はい、最近まあおうち時間をね、はい、たくさん過ごしてますけれども、うん、何しますかおうちでは。何してるんだろうな。でも僕は結構最近ねジム行ってますよ。すごい、ちょこちょこ2回ぐらい。いやすごいやん、うん、落ちちゃうけどな。お前ね、昨日ゲームしたな。あ、したした。よあれ4時間ぐらい、もっとしたかな。結構した、ね、4、5時間ゲームしましたけどね。はい、まあ、3人でも楽しくやっていきましょう。はい、はい、というわけで皆さんぜひトレカンを聞きながら SNS で一緒に盛り上げてください。番組のハッシュタグはハッシュタグトレカン、ひらがなでトレに漢字で関西のカン。というわけで今週もよろしくお願いします。お願いします。さて今週のオープニングコーナーは対決コーナーをしたと思います。ということでお便り来てるので紹介しますね。はい、ラジオネームタクゾーちゃんにかなっぱいちゃんって呼ばれたいさんからいただきました。はい、タクゾーちゃん、ふうさん、ことちゃん、こんばんは。こんばんは。2月といえばバレンタインということで、3人には甘い言葉しりとりで対決してほしいです。甘い言葉でしりとりをつないでいくというとっても簡単なゲームです。はい、詰まってしまったり甘い言葉じゃない言葉を言ってしまった人が負けになります。バレンタインシーズンにぴったりの甘い言葉を私たちリスナーに届けてください。期待しています。 PS、 タクゾーちゃん大好きです。タクゾーちゃんに419ポイントお願いします。とのことです。ポイント、はい、ポイント制度まだあったね。いやこのゲームやってないですね。もうやってない。ごめんね。というわけで甘い言葉しりとりですね。うん、はい、じゃあもう僕たちがもうそれぞれで判定しましょう。こいつ言ってなかったなってなったらアウト。あ、はい、感じで、で順番に負けた人から脱落していく。そうやね。じゃあそれでいこう。はい、じゃあ俺ふうさん、こたちゃんでいい。はい、うん、じゃあ行くね。はい、愛してる。はい、ルンルンで遊ぼ。負けやろ。いやでもまあいや負けやろ。ギリな。はあ、甘すぎやろ。一周目やから遊ぼって。いや遊ぼ。ぼぼぼぼぼでもいいよ。あ、いやいけるいける。いける。かっこいいよ。僕と遊ぼ。まあ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 負けやろ。ぼ一周目やからね、こんな感じかなって感じで。こっからよ、こっから。僕と二人だけの秘密だよ。おー、甘い。よしよししてあげる。おー、いいね、いいや、いいや。ルルルルルー、いけるよ。え、ル5 4 3 2。留守番してるからうち来て。おー、いいや。来た来たぞ。手相見して。あ、ちょっと手相っちゃった。まあまあまあ、まあ、テンポよく行こう。いいやろ。手相見せて。何、ちょっと手相っちゃった。た、た、楽しいね。ね、ね。いい、楽しいねって。いい、もういいよ、いいよ。おい、使って。ネパール行こっか。かあ、そうね、ネパールってやっぱいいからね。それ勝ち負け不快や。グダグダやって。ドキドキするもんね。厳しくしな。かか傘持ってないん。あやい傘しよう。よお、よしよししてあげる。あかんな、それはあかんわ。負け。え、だって2回目じゃない。そうですね。あ、負けちゃいました。あ、難しい判定。トロの判定わからんな。トロいな。じゃあ、決勝戦。ルッコラとか好き。あーね、まあ、ルッコラ好きって聞いたらね、うん、キュンキュンする人もいるかもしれないですからね。キュン、はい、いいの。キスしたいな。あーな、なな。
さあコタちゃんいけるか。いきます。奈良に一緒に住もっか。はい、アウトー。勝敗最初一周目から決まってたけどね、これ。そうやね、難しいわ。わかりました、はい、ということで勝者は僕西村拓哉ということで、はい、来週は僕のコーナーをやりたいと思いますので皆さんお楽しみにしててください、はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。谷由紀さんで合言葉です。さんです。先月落としたと報告した西村の左耳のイヤホンが見つかりました。ありがとうございます。以上、この時間のリトルニュースは西村拓哉がお伝えしました。というわけで改めまして、関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓哉と大西優雅と小崎小太郎です。さて、ここからお便りを紹介していきたいと思います。はい、はい、ラジオネームほのちゃんからいただきました。拓哉くん、大西くん、岡崎くん、こんばんは。こんばんは。青木の新 CM 主演におめでとうございます。おー、ありがとうございます。のろし単独公演の学園コーナーで制服姿を見たばかりなのに CM では大人っぽくスーツを着こなしていてすごくかっこよかったし、うん、テレビで流れてくる CM でリトル関西を見ることができて とても嬉しかったです。あっという間に高校生活も終わってしまい、いよいよ卒業ですね。この3年間の高校生活は楽しかったでしょうか。高校3年間で一番心に残っていることはありますか。また3月までにやっておきたいこと、新年度から新しく始めたいことはありますか、教えてください。高校卒業して少し大人へと近づく拓哉くんのことが大好きです。これからもずっとリトル関西を応援しています。お体気をつけてください。はい。ありがとうございます。決まりましたね、青木の CM が。はい。ありがとうございます、青木さん。ありがとうございます。びっくりしたね、やっぱ。でもテレビで流れる、俺らが流れんねんで。CM やで、しかも。いや、でもすごいよな、だって青木さんの CM ってだってみんな知ってるやん。みんな知ってるね。歴代からジャニーズがさ、うん、やってきたやつを今度は俺らがやるっていう、うん、セクシーゾーンさんと。そうやで、今後着れるしね、僕ら着る機会いっぱいあるから、うん、成人式とかでも、うん、ありがたかったですね、はい、ということで高校生活で一番楽しかった思い出が何ですかということなんですけれども。楽しかった思い出が、でも行事では参加してないから。俺はそうやね、あんまりね、体育祭とか文化祭とかできてないの多いから、修学旅行も行ってないし。あ、でもあれやな。何やろね。俺はあれ行った。あの、遊園地、制服で。おー、そう。制服遊園地で、ちゃんとカチューシャとかつけて。うん。いや、いいな。学校終わりってことか。やっぱ、ブランドってあるやん。DK とかあるやん。DK。やから、あれやね、その、コスプレにならうちに行っときたかったから。あー、なるほどね。そう。確かに。いや、楽しかったな、あれは。どうだちゃんは？高校生活か。いやでも、なんやかんや普通に放課後に映画とか、なんか、街中で遊びに行ったのが楽しかったかな。ああ。行事より。高校生になってやっぱ、ね、広がるもんな。そうそうそう。行く場所が。確かに。タピオカとかを飲みに行ったな。ああ。行ったな。確かに。懐かしい。めっちゃ並んだな。もう懐かしいな。行事ってよりも日常が思い出っていう感じだね。うん。確かに。新年度からなんか新しく始めたいことありますか？新年度。新年度。もう新年度っていうあれも聞かない。だって俺ら始業式とかもないからな、もう。そうやね。新年度か。怖いな。なんやろね。でもまあ、暇な時間を有効活用するようにしたいかな。ちょっとダラダラしたくないなって思ったかな。確かに。来年は。今年か。あれやね。俺はもう、うん、なんか、休みとかが3日続くと俺って絶対朝寝るようになるっちゃうよ。もう夜型になるから。それやめたいな。普通に生活リズムはね、健康にね、朝起きて夜寝るっていう、ね、そうそう、なんかそっちの方がさ、うん、気分もいいや、うん、うん、確かに。俺は趣味に没頭したいかな。お、何があるの趣味に。まあ、ゲームやけど。まあそれ以外にもなんか散歩とか。なんか趣味見つけたよな。そうそうそう。いや、新しくなんかを始めるってことでいいんじゃない、うん、何もない今は。今は筋トレぐらいしかやってないから。あ、じゃあ筋トレやん。なごとちゃんのしんどいから。新年度からは。しんどいからって。ムキムキボディよね。そうや。まあまあまあ。結構腹筋割るとか言ってるからさ。うん。ちょっと叶えよう。そうそう。今年は。そろそろね。はい、いいやん。ということで、コタちゃんのムキムキボディにも皆さん期待してください。はい、ということで、ほなちゃんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては、大阪府のラジオネームゆねちゃんからいただきました。
はい。たけやくん、ふうがくん、こたろうくん、こんばんは。こんばんは。リトル関西が大好きな中学2年生の14歳です。おぉ、毎週、このトレカンを楽しく聞かせてもらっています。先日、青木の新 CM が公開されましたね。スーツ姿がとても似合っていて、高校卒業して新たな道を進んでいこうとするリトル関西がとても感じられました。うん、そこで質問なのですが、同じく CM に出演していたセクシーゾーンの皆さんとは何か話したことなどはありますか？もしあれば教えてくれると嬉しいです。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。いつも応援しています。たけやくん大好きです。とのことです。ありがとうございます。ます中学2年生で。妹と同い年。たけやくん大好き。かわいい。妹、中学2年生。そうやで。かわいいな。うん。どうそうね。でも、セクシーゾーンさんやっぱ、僕たちと似てるじゃないですけど、なんかファンの人が言ってくれたったりして、セクシーゾーンさんの、耳にも入っていろいろ喋ってくれましたよ、ね、なんか面からの感じとか立ち位置の感じとか、うん、キャラの感じとか、うん、のメンバー間の関係性とか多分若干ちょっと濃くしてる、かすってるぐらい、かすってる部分があるらしいよ、うん、あとまあ僕がセクシーゾーンさん個人的に好きで楽曲をねよくセトリに入れたりしてるからっていうのもあるんやと思うけど、まあでもとにかくかっこよかったね。うん、なんかファン目線で見ちゃった。身長も高いしね。身長もめっちゃ高いな。うん、180手前ぐらいだよね。多分風磨くんが178とか言ってた気がする。確か。そうやな。あ、そう、風磨くんメールしたんよ。お、あのメール交換してもらったから。うん、でメールして終わった後もメール来た。だから終わった後にさ、俺らさ5人でさ風磨くん待ってたやん。うん、ああはいはい。帰るまで。であんな待たなくていいのにみたいな、めっちゃ向こうからメールしてくれて。優しい。優しい人。あと。ウェブとかでなんかあるやん、うん、ちょっと僕たちが動画出させてもらうんですけど、うんうん、あの卒業式、オンライン卒業式とかの話の時とかも、うん、あの風磨くんから僕の話してくれたりしてくれたんで、やっぱなんか多くは語らんかっこよさあるやん、はいはい、面と向かって、うん、だからそれを感じましたね。だから兄貴感がすごかったですね、うん、なるほどね。風磨くんさ CM やからさ、やっぱ国際振ってらっしゃってさ、あで今あのドラマのファイトソングっていうドラマに風磨くんさ、あのめっちゃオレンジの髪の毛で出てるやんか。そうやね。なんか国際振って頭荒らして洗ってさ、うん、部屋から出てきた時に俺別人出てきたと思ってさ真オレンジになってたから、国際振ってんの知らんかったから、真オレンジって巻き関係だな、めっちゃびっくりしたな。まあでもケント君がやっぱ個人的にはなんていうのね、まあ、絡ませてもらったしおしゃべりもさせてもらったけど、なんかカメラ回ってない時でもキラキラしてるなと思った。そうやな。なんか当時やな、楽屋の前歩いてるとこもなんかレッドカーペットが見えた感じ。そうやね、ずっとランウェイみたいな。うん、やっぱそういうところ見習っていかないとなって思う。ケント君ほどはちょっとできないですけど、胸キュンをね、はい、やっぱ極めてもらって、はい、多少なりともやっぱケント君に近づきたいなっていうふうには思いましたね、うん、はい。あとはまあルークがソウ君と写真撮ってもらってたりとか、うんうん、ありましたけど、今年は何かありますか？なんまあでもそうくんとその進学の話ちょっとだけさせてもらったりとか、そうだね、してたね、あ、喋ってたな、そうそうそう、いろいろありましたよ。え、いろいろありました、うん、いろいろありましたよ。いっぱい喋る、そうくんめっちゃ喋ってくれもん、そうなん、優しいから、優しいしな、勝利くんもおもろかったしな、うん、なんかそうくんが西村くんめっちゃツボなんだよねみたいに言ってくださったわ。へ、なんか分からへん、多分変なこと言ってたんかな俺、もしかしたら、うん、多分言ってた。めっちゃツボやったらしくてキャラキャラ笑ってくれました。僕たちリトル関西も頑張りますのでね、またぜひ別のお仕事か何かでご一緒させていただけたらなと思います、はい、これからもよろしくお願いします。ゆねちゃんありがとうございました。ありがとうございます。リトルニュースのお時間です。最近スマホケースがめちゃくちゃボロボロになってきたので変えようと思います。以上、この時間のリトルニュースは大西修吾がお伝えしました。リトルニュースの時間です、最近岡崎小太郎がパソコンを買ったようですが、使い道がわからず動画を見ることにしか使っていないようです。以上、この時間のリトルニュースは岡崎小太郎がお伝えしました。引き続き関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓也と大西修吾と岡崎小太郎です。それでは続いてのお便りを紹介します。はい、拓也くんにサナ大好きって言ってもらいたいさんからです。はい、
たけやくん、ふうがくん、こたろくん、こんばんは。こんばんは。先日、YouTube でたけやくんの滝行の動画が上がりましたね。はい。私はたけやくんのファンなのですが、滝に打たれて震えながらも笑顔を見せていた姿や、動画の最後で、リトカンは僕の生きがいなんでというたけやくんの言葉に思わず号泣してしまいました。高校生という普通の子なら一番遊びたいであろう時期に、アイドルの道を選んでくれて、いつもたくさんの笑顔と幸せを届けてくれてありがとうございます。たけやくんのファンになって本当に良かったなと、改めて思うことができました。リトル関西絶対5人揃ってデビューしましょう。ずっと応援します。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。最後に竹谷くん大好きで す, のことです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。タナちゃんありがとう。じゃああれ罰ゲームやからな、感動してるみたいな。なんかみんなめっちゃかばってくれてんだよな。そうそう、罰ゲーム5度寝坊コメント欄見たけど5度寝坊いかれてるよな。まあでも普段俺一番眠りやすいけどね。うん、まあちょっとあの日はちょっと寝ちゃったんよ。なんか言いたいけどなんか寝ちゃったんよね。まあ特に滝行ですよ、うん、あれさちょっと裏話真相話いいかな。お、まああれちょっとなんか3分間っていうあれの呪文唱えてるうちにあるみたいな、はいはいたね、でまあ初めは手前でみたいな、うん、で後から奥へのコースみたいな感じやったと思うんやけど、編集ではね、うん、あれちょっとまあ手前で3分間終わってからあの、スタッフさんたちが、うん、ちょっとなんか、A 的にちょっと奥行ってほしいんやけど、って言われて、俺、小声死にながら奥もう一回3分間やって、計6分間やってるのに、いや、すごいな、あれは。編集でバッツリ。まあまあね。1回でいいお経2回やってたもんね。あ、やってたな。俺、人の倍やってんねん、滝行。そうやね。ちょっとそれ、ちょっと、分かってほしいね。伝わってほしかった。ちょっと頑張ったよっていう。うん、もう死ぬで言うてたもん、俺。スタッフさんに。そう、4人がほんま本気で俺死ぬと思ってたけど。うん、さっき言ってほしかったよと思ってて、奥行ってほしいんやったら。先に奥行って、うん。手前でもう3分間終わってから、いや、もう一回奥行ってほしいですってなったから。震えてたし。あの時朝早すぎて、うん、いや、オンエア上では、オンエアっていうか、YouTube 載ってる上ではもう俺二言しか喋ってなかった。こことガチおらんかったね。俺ら喋ってんのあれやで。俺肩濡れてんやけど、大丈夫やで。なんか、まあまあでも、うん、あれすごかったね、やっぱ。滝行って生で見たらあんなすごい場所、ね。いやー、せやね。迫力もあったし、うん、まあでも願い事が叶うらしいんで。うん、ちょっと叶うといいね、ほんまに。まあでも、うん、ちゃんとリトカン5人のお願い事してきましたので。よかったよ、うん。これからもリトルカンさんの活躍を皆さん期待してください。はい。はい、というわけで、サナちゃんありがとうございました。ありがとうございます。続いては、ラジオネーム、花ちゃんからいただきました。竹谷くん、風雅くん、小太郎くん、こんばんは。こんばんは。先日、とわくんが日誌に自炊した料理を載せていたのを見ましたか？うん。私は写真を見て、リトル関西もお家で料理するのか、となんだか不思議な気持ちになりました。そこで、3人の得意料理を教えてほしいです。そして、やっぱり料理得意な女の子は好きですか？自慢げに言うことではないですが、私はそんなに得意じゃないので、3人が料理得意な子が好きっていうなら頑張って練習します。うん、ピース、うん。これからも応援しています。リトル関西5人とも大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。料理ね。はい、とは自炊できんの？やってたよ。なんかめっちゃ作ってるよね、あの子。なんか、豚キムチ作ったとか、お家でもパスタ作ったとか。チャーハン作った。マジで？なんかすごい。チャーハン受けてたで。うん、見た見た。生焼けとかじゃないとは。とは料理男子やからな、意外に。すごい。やるな。やるね。怖いな、とわの料理ちょっと。うん。大丈夫か。心配よな。一回作ってほしいな、なんかリトカンに。ちゃんと。ああ、ほんまやね。いいね。それこそ YouTube とかで。うん。とわの料理振る舞ってもらうみたいな企画もいいかもしれんけど。じゃあ、二人は得意料理ありますか？僕はあれですね、それこそ、東京で1ヶ月間ドラマやってた時は、ホイコーロー。バイバイ、ホイコーロー。ホイコーローと、あと、豚バラを焼いてたね、ずっと。いや、でもやっぱ、中華やな。料理、出てくるってすごいよな、実家の。ありがたみ。ありがたみをすごい分かった。確かに。結局お母さんのご飯がね、多分一番美味しいんよ。そうやね。多分。十何年食ってきてるもんやから、それはうまいやろな。子供が好きな味付けにしてくれてると思うし、多分。こんたちゃんある？得意料理か。うん、でも、焼きそばとか。え？あとはシーフードラーメンとか。うん。他にはまあ、豚骨ラーメンもいけるし。すごっ。結構あれ、だしから。いや。水切りとか。いや、お湯入れて、3分待つみたいな。すごい。料理できひん系男子なんや、こたちゃん。まあ、やらない系男子かな。そうやんな。わかる。だって俺、カップ麺、この間も作れたん。ほんまに。メンバーに作ってもらってたんか。作らされてたもん、俺。やらんだけやもんな。できたらできるけど、俺はやらん。そうそうそう。いや、でもわかる。料理って多分、フィーリングやで。感覚、味付けは。それはわからんけど。技術じゃないと思う。なんか、どんだけ調味料を入れるか。うん、
に限ると思う ねやってくれるんやったらやってもらおうみたいな感じになっちゃうよね。確かにね、わかる。甘えちゃう。やから僕はもうあれですよ、料理できる女の子大好きです。うーん、あー、まあ、でも家事できる女の子、まあ料理もそうやけど、やっぱポイントアップするよね、うん、きっと。僕は女の子やったら何でもいいかな。女の子やったら何でもいいかな。いいかな。女の子やったら料理できたらテンション上がりますけどね。まあまあまあ、ね、できる分にはね、全然できた方がいい。できなくてもいいけど。そうそうそう。まあ僕たちは料理できる方がありがたいね。どっちかというと。そうそう、できないからね、僕たちが、うん。まあでもなんか、外食とかよりも別に上手じゃなくてもいいから手料理食べたいタイプかな、俺は。なんか作ってほしいね、とりあえず。女の子には。いいね。ということで皆さん、料理僕たち好きなので頑張ってください。はい。というわけで、花ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ラジオネーム、たくやくんに翼って呼んでほしいちゃんからです。たくやくん、ふうがくん、こたろうくん、こんばんはに。こんばんは。に。どれか毎週楽しみにしてます。私は、趣味やいろんなコンビが大好きなので、リトルカンさんでいろんな組み合わせが聞けると、トレカンは楽しみで仕方がないです。そこで3人のコンビ名をつけるとしたら何ですか。また共通点があったら教えてください。寒い日が続きますが、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。たくやくん大好きです、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。翼ちゃんありがとう。ありがとう。3人の共通点、うん、まあ共通点しかないよな、しかないね。うん、お家でゲームよくするって言ったらこの3人かな。リトルカンさん仲やったらゲーム、あ、そうやな。とはルークはあんまゲームしてるイメージないからね。あとは、あの、ステーキ食べに行ったね、今の間。行ったな。あとは、あの、何やろ。ないなぁ。ないなぁ。結構出たよ。3ってむずいよな。2やったらいっぱいあるけど。まあまあまあ、確かに。ゲームかな、うん、一番の共通点は多分。まあまあまあ。そうやな、グループメールあんもんな、ゲームの。あれなんで、そうそうそう、あれ何のゲームを一緒にしたっけ。あれは多分、あの、動物、のやつじゃない。あー、あとあれもじゃない、多分あの大乱闘するやつとか。あー、多分そんなんか。あー、それやったな。大乱闘のクッソでかいメールグループあるわ。リックンとか入ってるやつ。あるな、あるな。この3人だけか、リトカン入ってるの。それはトアも入ってるのかな、ないかな、多分。なんやかんや、確かに。じゃあちょっと俺ら3人のあれも入れよう、うん、いろんな後輩ちゃんちょっと進化させていこう。うわ、誰入れよ、メールも。いや、でもちょっと後輩ちゃんはやっぱドラフトしようや、ドラフト。ふうさんがさ、一番やっぱ交流がさ、まあまあそうやね。ちょっと任せるわ、そこは。まゆみとか。まゆみ、俺、あ、いいんじゃない。俺の友達まゆみしかおらんから。そんなことない。俺たち3人が一番お兄ちゃんのメールグループをね。わー、すごいな。もうだって俺ら、下っていうか、後輩の人いっぱいやもんな、今。いっぱいおる。そうよ。びっくりする。中堅やで、ほんまに。まあいつまでもフレッシュでやっていきますけどね。ね僕たちは、ね。フレッシュが一番の売りですから。うん、グループ名決めた、はい、あ、コンビ名決めよう。それ最後。トリオ名か。うん。ちょっと、俺はセンスないから。じゃあ、コタちゃん決めたら。に、いや、つ。むずいよな、今の。じゃあ、うん。なんでもいいよ。ジャニーズゲーミングトリオとか。中堅ゲーマーで。あわ、うわ、弱そう。いや、そんぐらいがいいって。売れへんなぁ。じゃあ、これから僕たち3人のことは、中堅ゲーマー組と。読んでください。中堅ゲーマー組のファンおるんかな。呼ばんでいいってことということで、皆さんこれからも中堅ゲーマー組の応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。大西優香と岡崎小太郎でお送りしました。うわ、もうくつかんといて。ちょっともう今日疲れてるからさ、もう俺早く寝たいね。もう電気消していい？プチチュッ、おやすみ。また来週も絶対聞いてね。バイバーイ。
かけるのって決まるんですか、銀行行くときは銀行ぐらいじゃない。あとなんだろう、反抗するときって。まあなんか役所系もね、だいぶ今反抗いらなくなってます。いらないですよね、印鑑証明だって別にね、印鑑証明は実印の方ですよね。そうそうそう、だから話が違うじゃないですか。実印持ち歩いてね、あちこちでベタベタやったら大変ですからねえ。なあ、ハンコ使うタイミングなんて、だってもう今置き配とかじゃないですか、配達一つで。あれ受け取ったとしてもハンコいらないですって言われますもんね。そうなの、ハンコ押してたよね前はね、昔なんか玄関の扉のところにさ、ハンコもかけられちゃうみたいなさ、便利グッズすらあったけど、あれどうなのかと思いますけどすぐ持ってかれますよね。もはやいい、もう何の意味もないですよね、それね、相手につかせるっていうんだったら。